ラストナイツは2015年制作のアメリカ合衆国の映画。中心蔵を封建的な帝国に舞台を置き換え、騎士たちが活躍する映画に仕上げた作品で、木・里谷和明のハリウッド初進出作品である。PG12 指定。混沌の時代を経て建国された帝国では、規律と忠誠を重んじる騎士に代わり、私欲を求める人間が台頭していた。 古い騎士道を重んじるバルトーク卿は、私服を肥やすギザモット大臣によって都に呼び出される。案に賄賂を要求されたバルトーク卿は、儀礼的な献上品を送るだけでギザモットの要求を拒否する。侮辱されたと思い込んだギザモットは、憲政を誇示するためバルトーク卿を宝物庫に呼び出すが、逆にバルトーク卿に政治姿勢を非難される。しかし、 老齢のバルトーク教は発作を起こして倒れ、ギザモットによって杖で打ち据えられ、これに対し刀で反撃したため反逆罪に問われてしまう。裁きの場でギザモットと彼を徴用する皇帝を批判したバルトーク教に対し皇帝はバルトーク家の廃絶を決定する。さらにギザモットは決定に異議を唱えたバルトーク騎士団の雷電隊長に、 バルトーク教を処刑するように皇帝に進言する。ためらうライデンに対し、バルトーク教は騎士の浮き手を守れと命令し、ライデンは泣くなく、バルトーク教を処刑する。処刑後、バルトーク一族は領土を追われ、騎士団も解散するが、復讐を恐れたギザモットはライデンを監視するように、伊藤隊長に命令する。一年後、かつてのバルトーク騎士団の面々は、とで、 新しい生活を営んでいたが、来年だけは新しい生活を送ろうとせず、酒と女に溺れる日々を過ごしていたため、かつての部下や妻からも愛想をつかされていた。一方、復讐の恐怖に取り憑かれたギザモットは他人を信用しなくなり、自身の館を要塞化し岐阜のオーギスト教を脅迫して護衛の兵士を教室させていたが、首相の死に伴い、新首相に任命されると、 皇帝から自分よりも過剰な警備をするなと命令されてしまう。ギザモットはライデンを殺すように命令するが、監視を続ける伊藤からライデンがバルトーク教から託された刀を売り払ったこと、娼婦にされたバルトーク教の娘に関心を示さなかったことを根拠に復讐されることはありえないと断言する。それを聞いたギザモットは館の要塞化が完了したこともあり、 ライデンの監視を止め、増強していた兵士も、オーギョスト教に変換する。監視の解けたライデンは部下たちの元に向かい、キザモットの館を襲撃することを告げる。キザモットへの復讐を果たすため、自堕落な人間を演じ部下との接触も、最小限に控えて、監視を欺いていたライデンは、元副官コルテスが取り戻した、バルトーク教の刀を手に、キザモットの館を襲撃する。 職人に噴して、ギザモットの館に出入りしていた部下からの情報と、バルトーク教の親友だった、オーギュスト教の協力を得たライデンたちは、多くの同志の犠牲を払い糸を率いる、ギザモット騎士団を打ち破り、ライデンは、ギザモットを打ち取り、バルトーク教の復讐を果たす。国民はライデンたちを、帝国の失われた誇りを取り戻させたとして、英雄視したため、 処置に苦慮した皇帝は諸侯を集め意見を求め、オーギュスト教の意見を採用する。皇帝は、ライデンの部下たちを免罪し、ライデンのみに反逆罪で死刑を言い渡す。ライデンは部下たちに、騎手の浮き手を守り、バルトーク家を守れと言い残し皇帝の元に向かい、処刑の時を迎える。第28回東京国際映画祭をオープニング、セレモニーにて、木、里谷和明と、 伊原剛ツ括弧内は日本語吹き替え韓国のソビックグローバルコンテンツ投資組合の出資によってアメリカ合衆国のライオンズゲートにより制作された。また、劇場用ポスターには dmm.com プレゼンツと表記されており、同社が多額の投資をしている。先行試写会が dmm.com の社員向けに行われた。監督の木里谷は2009年の ゴエモン公開後にマイケル・コニー・ベスから脚本を渡され、スピード感があり、描かれている本質に惹かれたと本作への参加を決めた。当初の脚本では日本を舞台に登場人物が全員日本人の設定だったが、シェイクスピア作品を日本の物語として制作した黒沢明のラニやクモス城に習い、その逆に挑戦してみようと思ったとして、 舞台が西欧風の冒険国家に変更された。スタッフキャストは17カ国から集められ、クライブ・オーウェンとモーガン・フリーマンは脚本を読み、面白いと出演を承諾している。しかし、同じく中心蔵を題材にした47七人ンの企画が同時期に進んでいったため、ハリウッドの大手スタジオの協力が得られなくなり、スポンサーやキャストスタッフを集めるまでに2年間かかったという。 フリーマンが演じるバルトーク教は、中心蔵の浅野匠頭に相当するが、浅野とフリーマンの年齢差が大きい点について、当初は若手俳優の起用も検討されていたが、若いと機能しなかったので、モーガンにしたと語っており、バルトーク教の年齢もフリーマンの年齢に近い70歳代に設定されている。また、フリーマンは、アフリカ系アメリカ人の歴史的背景を念頭に、 こういう役は最初で最後だろうと語っている。アクションシーンについては CG を使用せず、俳優が生身で演じている。アクション監督は、オールドボーイ、ブラザーフットのチャンドホン。2012年11月に、チェコのプラハで、古城や修道院などで撮影が行われた。もともとはインドで撮影する予定だったが、諸事情により断念している。撮影では、 自分の国にそういう精神があるはずだとして各国のキャストから侍のことを勉強した方がいいかという質問があった際にはそういうことはしなくていいと指示している。撮影中、キサトヤは演出や制作費のことで精神的に追い詰められていたがフリーマンからいろんな監督とやってきたけど君は全然大丈夫だからと励ましの言葉をかけてもらい。 撮影を続けることができたと語っている。日本では2015年11月14日に公開され、14日15日の国内映画ランキングで第12位となった。また、日本 CM テーマソングとして、XJAPAN の Born to be f r e e が採用された。映画は批評家から否定的評価を受けた。ロッントマトズでは24件のレビューが寄せられ、支持率17%。 平均点3.5点、10となっており、面白みのないタイトルが中身の創造性の無さをよく表している。ラストナイツは手垢のついたファンタジーによる比喩表現の寄せ集めだ。ジャンル的な目新しさも面白みもないと批評されている。メタクレッティックでは27、100のスコアで一般的に好意的でない評価を受けた。イグンのマックス・ニコルソンは5.8。 銃の評価を与え、クライブ・オーウェンとモーガン・フリーマンの講演にもかかわらず、ラストナイツはチャレンジに失敗したとコメントした。ありがとうございます。